おはようございます。夢人の夢人になる夢人のための情報番組、土曜朝の気分はウェイウェイ。おませみなです。上野ひろです。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、7月20日でございます。はい、20日、暑いな、もうこれもうそれしか言われへんよな。でもな、暑いなしか出てこないもん、うん、いや俺ほんで暑いからあえて黄色着たってんねん。あ、気分高めるために。そう 逆にね。何の逆かが分からへんねんけどいつも派手やねんけどね。あ、まあね、まあね、いつも、うん、オレンジかこれかみたいなね。冬でも測るんやけどね。あ、そう冬は冬で逆にね、うん、逆にって言うやつを冬は絶対なんで逆やねんって聞いてみたいんですが、はい、ということで、はい、7月20日はどんな日なんでしょうか。はい、モモセミナの今日は何の日、はい、月面着陸の日。おー、来たね、はい、はい。1969年、うん、昭和44年のこの日、うん、7月16日に打ち上げられたメリック有人宇宙飛行船、うん、アポロ11号が月面に着陸し、人類が初めて月面に降り立った日でございます。16日にロケット発射されて、うん、で到達するのに4日かかったってことだよね。これそういうことになりますね。ね、そういうことなんですよね。そういうことなんですね。でこれね、実はね、あの、なんていうの、じゃあ月にまっすぐ行かれへんのかって話だけど、うん、ちゃうね、あれ地球の軌道を回らない。うんうんうん、あの、要はスピードの問題があるやん。あ、そのまんま、要は大気圏離脱するために必要なスピードって相当なスピードとパワーやけど、うん、そのまんまのスピードで月目指したら月もう突き刺さってまうねん、うんうんうん、だからちゃんとあのスピードある程度落ちた状態で落下できるようにするためには軌道を何回か回らない、うん、っていう話なんですよ。なるほどね。 それで4日ほどかかるということですね。はいはい、で月面着陸したのは、うん、協定世界時で7月20日の20時17分、うん、で日本時間では7月21日の5時17分。あ、なるほどなるほど、はい、ということで月面での滞在時間は21時間30分と結構長かったね、うん、はい、見たいってことで21時間、はい、1日弱入れたってことですね、はい、そんな話。1日はおれへんかって。1日弱やから、ちょっと少ない。1日はオレンジ、オレンジ。それぐらいでも長いよね、長い時間で、はい、ということです。はい、まあでもこのね、あの月面着陸っていうのがなかなかいろんな話があって、うん、まあ、これ陰謀説というか いろんなのがあるんですよ、うん、説か。あの、そうそうそう、あのソ連と、うん、当時ソ連とアメリカがその宇宙開発を競ってたんで、うんうんうん、で、あのソ連なんかに絶対負けたらあかんで、でアメリカが実はあれをハリウッドで撮影したんじゃないかという説があったりとかするんですよね。なるほど。でよくよく見ると、その宇宙飛行士がこう正常期をガーンとこう立ててるわけね、うん、けど正常期がなぜかたなびいてるわけですよ、うん、風で、うん、空気ないのどうして風が起きるんだよそうそう、空気ないのに風が起こるわけないやんっていう、うん、その話がまずで、しかも無重力やから、うん、こう落ちるっていうこともないわけ。うんうん、ああそうね。そうそうそう、まあまあ月は若干重力あるんだ、うん、だからあのこのポーンって飛んでこうみたいなのはあるんだけど、うんうん、でも重力は地球の何分の1って言われてるから、うん、あのそれで考えるといろいろおかしいことないかみたいな話が実はあったりするんですが、うん、まあそれは分かんないですからね、うん、まあね、もうだいぶ前の話ですから、ね、55年前の話。55年前すごい、うん、はい、というのが、はい、今日の日ですね、はい、そしてもう一つ、うん、ハンバーガーの日。来たハンバーガー、はい、ハンバーガーの日でございます、はい、こちらはですね、うん、マクドナルドさんの制定でございますよ、うん、はい、1971年、はい、昭和46年のこの日、東京銀座の三越デパート1階に、はい、うん、マクドナルドの日本1号店が開店しました、はい、開店当日1万人以上の客が、詰めかけて1日で100万円以上の売り上げを記録しました。すごいよね。ハンバーガー1個80円だったそうです。80円で100万円ってえぐいよね。そう、どないになるんだって、ね、なんか1人何個も買ってで、うん、だってしかも1万人以上って書き方でしたら、いやだって1000円80円でしょ、うん、でまずその100万円から10のくらい落としたら10万円なんや、うん、でそれを8で割るっていうことは1万222がずっと続くみたいな、うん、その世界でしょ、うん、何個
どないなっとんねんって言う。そう。ちょっともう計算合わへん。あ、ちょ、12,500 ちょうど割れる。割れた。頭で。お。はい。って感じでございます。はい、すごいね。80円ってさ、今はめっちゃ安く感じるけど、うん、当時ではまあまあいいよね。いや、そうですよ、そうですよ、そんなに安くないはずですよ、ね。うん、はい、簡単にいっぱい買おうはできないと思うんですね。多分、それは無理やったんちゃう。まあ、あの実はその当時、うん、その銀座っていうのが、うん、休みの日とかに、うん、あの歩行者天国になってるんですよ。うん、そう若者がいっぱい来る。そう、うん、でその若者がいっぱい歩いてるっていうところに、うん、あの若者向けのハンバーガーショップっていうのが出たので、うん、すごいこうみんな押し寄せたっていう話なんで。なるほど。まあ、あの当時その、マクドナルド、日本マクドナルドっていうのは、うん、藤田伝さんっていうね、うん、経営の神様とも呼ばれた、一時期は呼ばれてたすごい、経営者の方なんですけど、まあ、この方がこれやってアメリカからライセンスこう、うんうん、買って、出さはって、その後もうマクドナルドは大快進撃ですごくなったんでね、うんうん、はい、まあ、あの一時ちょっと傾いて結局経営変わらはるんですけど、はい、いろいろあるけど、うん、何やかんやずっと愛されてるよね。そうで、まあ、結果的に今もねずっと続いてますからね、うん、大好きやもんね、はいはい、もう定期的にポテトが食べる、もうなんかあの、なんかキムタク持ちいたねいろんなブームが出てくるからね。はい、そんなマクドナルド、はい、いや違う、ハンバーガー間違えた、マクドナルドの日じゃない。ちゃうよ、何言うとんの、ハンバーガーの日や、ハンバーガーの日や、満腹太郎に怒られんねん。誰満腹太郎って満腹太郎、え、満腹太郎知らんの、満腹太郎僕ハンバーガーでも食べよう誰かこの場を、いろいろ荒れている。いやあのうっちゃんなんちゃんのうっちゃんがね、あのうっちゃんなんちゃんのやるならやらねばかなかなんかで、あのキャラクターでやってたんですよ、満腹太郎って。なんかもうお菓子の名前みたいな。でなんかあったらふって出てきて、うん、僕ハンバーガーでもパフェよって消えていくちょっと気になった方、はい、満腹太郎検索してください、はい、検索してください、はい、そう、はい、ハンバーガーの日、満腹太郎の日でした何の日やねん、ハンバーガーの日です、はい、ね、みんなハンバーガー食べよう、はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、ということで、いきますよ、シネマダンブリーということで、はい、今日はですね、映画愛の、ぬくもりという映画なんですけども、この映画の今岡慎二監督にインタビューをしてきました、はい、予告編と一緒にインタビューをご覧ください。それではシネマダンブリー。男は最高、男はセックスしたら元に戻るかも。やってみる。うわあんたとぶつかって階段から転げ落ちて体が入れ替わった。どうしよう。あなた誰なんです、里見の何なんですか。だから何やってるの。里見が高志で、高志が里見ってわけ。転校生みたい私の体って変なことしないで。そっちもな。恋愛対象が同性だって。俺ってレズビアンだったの。そうじゃないの。あの人いい人だよ。セックスしたいならさせてあげたい。ダメかな。俺は男として普通に生きていきたいわけ。これからもずっと。私のことはどうでもいいの。私がマキを好きっていう気持ちはどうなの。里見さん、いいの。だからわかる、あんたが高志だって。明日こそ元に戻ってるかもな。今夜うち来る。それでは、今日はですね、映画愛のぬくもりの、今岡慎二監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、まずですね、いろんなことは言いたいんですけども、まず、この作品がどういう作品なのか監督からご説明をお願いいたします。小説家の39歳の男の人と、美容師の24歳の女の人がですね、まあ
ある日突然出会って、階段に落っこちるときにぶつかって階段落っこちるんですけど、二人の、まあ、体が入れ替わってしまうっていうことから、物語がスタートして、まあ男子男小説家の方もいろいろ奥さんとの中で問題があったり、美容師の里見の方も、彼女との問題、いろいろな問題があって、入れ替わったことで、さて、二人の関係はどうなっていくんだろうみたいなところが、のお話です、はい、この作品、まあ、私も見させていただいたんですけれども、まずは入れ替わりっていうところですよね。もう数々日本の作品の中には入れ替わり作品というのがあるんですけれども、まあ、入れ替わり作品の金字塔と言われる転校生っていうのが、まあ、あると思うんですけどね。まさに階段が転げ落ちて入れ替わるっていうところが、はい、まさにその辺オマージュされてるのかなっていう部分ではあるかなと思うんですけど、この話は自体は監督としてはどういうその流れでというか、どういうふうに考えて作られたお話になるんですか？最初は本当にごく普通のという言い方はおかしいんですけど、韓流ドラマのみたいなちょっとドロドロしたお話、旦那さんがいて、奥さんがいて、奥さんが若い男とどうやら浮気をしてるらしいみたいな、で旦那さんの方は奥さんに何とかして復讐するみたいな話を最初考えてたんですけど、どうもあまりにもちょっとシリアスになりすぎるかなとか思って、ちょっと SF じゃないですけどアイデアで、その若い奥さんと若い男の人が密会してるところを覗き見しに行ったら、ビルのなんか頃から落ちて死んじゃうんだけど、美女になって蘇ってその奥さんの若い男を誘惑して復讐するみたいな、はい、なんかちょっと SF みたいな話になったんですけど、はい、ちょっとなんかなんでその美女に変身したのか意味さっぱりわからんとか言ってプロデューサーの人とまあ、はい、話になって、はい、じゃあビルから落ちた時に下に歩いてる女の人とぶつかって入れ替わったらどうなんだと、うん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 、ああなるほど、それはあれですね、転校生ですねみたいな話になって、うんうんうん、まあ元はベースはその韓流ドラマのそういう話なんですけど、はい、そこに入れ替わりっていう、まあ、SF 要素を加えて今回のストーリーができていったみたいなことですね、はいはいはい、で最終的にもう今岡テイストバリバリの作品に仕上がったという、はい、韓流どこ行ったって僕はいやもう本当にこれもうさっきズームつながった時にもうすでに監督には言ってますけど、道があって、その道にフレームインしてくるキャラクターがもうなんかよくわからないこうなんか手をなんかふらつかせながら歩いてるところを見た瞬間、うわ今岡監督ってもう それを見ただけでもう思ってしまい、もうなんか安心感に包まれてずっと最後まで見てたような感じだったんですけど、ありがとうございます。変な話なんですけど、やっぱり今岡監督の作品って、まあ、もちろんエロは出てきてっていうのはあるんですけど、だからこそその感情のぶつかり合いみたいなのも描かれてはいるんだけれども、ずっとねなんか安心して見てられるっていうなんかそんな気がしてるんです、はい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 、だから急に何かが起こって誰かが死んじゃうとかっていうんでもなく、死んじゃうんだったら死んじゃうでちゃんとその流れがあるし、見ていて本当に安心して見てられる、あ次の展開が読めるんじゃないんですよ、読めるんじゃなくて、うん、納得しながら見れるっていうところがすごいなと思っていて、うんうんうん、でちゃんと楽しませてくれるっていうところが僕はすごいなと思いながら見てるんですけれども、今回ですね主演が、まあ、ダブル主演というか小出圭介くんとちゃんの2人が出ていて、うん、吹雪圭ちゃんは特に演技が今回初めてという感じた、そうそうそう、で初めてでしたね。どうだったんですかね、その大丈夫だったというか、その現場ではどんな感じだったんですか？現場で彼女大阪出身 で、はい、で僕も大阪出身なんですよ、はいはいはい、それで時々彼女も大阪弁が出るんで、はいはい、そこはあちかかそっちはそうじゃないよっていうふうに言ってるんですけど、言ってるしこっちも分かんなくなってきて二人で関西弁めっちゃ喋ってたっていう、それで一回じゃあもう台本を、うん、その関西弁に直そうっていう。ああ、なるほど。逆に。そうすると、入れ替わった時どうなるんやっていう。なるほど。確かにさ、小出くんが関西弁喋らなきゃいけなくなる。そう。ええー、みたいな。
小出君の方はもうちょっと待ってよみたいになってちょっとそれはややこしいからやめようみたいな。なるほどなるほど。やめたんですけど、だけどすごいめちゃくちゃ真面目で、ふぶきさんって、はいはいはい、すごいいろんな聞きたいことをいっぱいメモしてきたりとか、はい、いろいろ努力して、もう本当に真面目やなと思って、やっぱ若い人は真面目な方がいいなと思って。ああ、そうですか。はい。いや、そうでもないか。どっちやねん。真面目っていう、いや、真面目っていう言い方はおかしいんですけど、うん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 、いや俺はなんかね、やけっぱちになってくださいっつって、真面目が行きすぎて、はいはいはい、もうなんかもう頭おかしくなっちゃう時あるじゃないですか。そういう、そういうテンションの、ま、上がり方みたいなのが、はい、絵に映るといいなとかって。なるほど、なるほど。そう、それは小出さんにも言ったんですけど、はいはい、なんか、うん、もうわけわかんなくなる感じってあるじゃないですか、時々。うんうん、なんか、うん、そういうの見たいなと思うんですよね。うん、なんか、うんうんうん、やけっぱちの裸踊りみたいなやつ、はい、なんかそういうのがふっと真面目な瞬間にふっと出た時に、はい、よりグッとこう入ってきたりとかするなとかっていうのがあるんで、特にこの作品の中で監督が見てほしかったなっていうところはどこになりますか。このシーンっていうわけじゃないんですけど、はい、先ほども話出たあの転校生っていう、うん、あの大林信彦さんの映画が、はい、もちろんあのオマージュというか大好きなんですけど、はいはい、あれも最初はすごくコメディチックに始まっていくんですけど、うん、後半からやっぱりあの元に戻らないことでの寂しさとか、うん、切なさみたいなのが徐々にぐわーってやってくるんですよね、はい、盛り上がっていくんですけど、うん、なんかその感じっていうのはあのなんか、うん、今回の作品も出したいなっていう、そういう風になっていけばいいなという風に思っていて、まあお互いがそれを入れ替わってそういうことを話し合えるのもこの2人しかいないわけで、うん、で自分のことを誰も周りの人はちゃんと受け入れてくれないっていう、うん、で自分が自分じゃないっていうその切なさというか寂しさみたいなのが徐々にこう出てくればいいなと思っていて、そういうのを感じて、うん、感じ取ってもらえるとすごく嬉しいです、はい、特にその今回の場合、はい、それぞれのパートナーというか、まあ、あの小出圭介さんは夫婦 で、奥さんが、はい、で、まあ、奥さんは奥さんでちょっと何かやっちゃってるっていうところがあり、で風紀圭ちゃんがやってる、里見っていう役は、まあ、女性同士のカップルなわけですよね、うん、でこのお互いのカップル、まあ、お互いカップルなんだけど、まあ、お互い問題抱えてるカップル で、うんでうんうん、入れ替わったことによって問題が起こってる相手に一番寄り添ってあげたいのに、寄り添いに行ったら自分でない体で行かなきゃいけないっていう、うん、そうですよね。ここがすごい枷というか、あの見てる人にとってもわここはちょっと大変よねっていうところだと思うんですよ、うんうんうん、だからこれが進んでいってもこの状況がもう全然変わらないので、本人たちのジレンマというのは多分あの見てる人には伝わりやすいのかもしれないなとは思って見てる。あ、そうですね、はい、僕はあの見た立場から言うと、これから見る人に、はい、ぜひ小出君 の奥さんの役をやった新藤真奈美さんのやっている奥さんに着目して見てもらうと、いやもちろんあれですよ、あの2人ですよ、あのメインの2人 の、はい、あの気持ちとか、はい、あのどう判断するかとかいうところを見てほしいんですけど、あの新藤真奈美さんがやってる奥さんが、はい、僕はこの登場人物の中で一番えぐいあのあの、うん、あの役回りなんじゃないかなと思うので、ぜひそこに着目して見ていただくとこの作品すごく楽しく見れるし、このねラストがね、あの言えないんですけど、うん、このラストで、うん、何が起こるかっていうのを見ていただいたら、うん、この子はどういうこととか、まあ、いろいろ考えるとすごいあの、うん、面白い考察のできる終わり方になっているという、うんうん、なのでぜひ最後の最後までですね見ていただきたいなと思うんですけども、はい、はい、時間になっておりますので、はい、どこからですね見てらっしゃる方に一言メッセージをお願いします。小出圭介さん、ふぶき圭さん、他の人もそうなんですけど、2人とも本当にのびのびと勝手気ままにすごいやっていただいてるんで、まあ、そのみんな自由にで、まあ、僕も自由にあの
作詞作曲やってみたりとかやりましたし、みんな自由にね、カメラマンはカメラマンでいろいろアイデアを出し、そういうのが皆さんに届いてくれたらいいなと思ってます。はい、ということで、今日はですね、映画愛のぬくもりの今岡慎二監督にインタビューをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。という感じなんですけどね、はいはい、まあ、すごいね、まあ、だから、うん、物語自体は、うん、立て付け自体はシンプルなんですけど、うん、ただ装置が複雑というかいやすごかったね、うんうんうん、でしかもそこにエロ入ってくるんで、そうちゃんとR15 指定になってますからね、うん、はい、15でええんか、うん、15でええねもうだって18歳で成人やねん、まあ確かに、いやなんか、はい、面白いよね、うん、いろんな入れ替わり作品であるけど、うん、複雑すぎたね、簡単に複雑だよね、まあ、そうなんや、まあ、でもね、人の気持ちって複雑やから、うん、そもそもがどういう判断するのかっていうのは、うん、やっぱその時になってみないと分かんない、その人によって全然違う判断すると思うんで、まあ、だからほら、なんていうの、全く入れ替わったお互いのパートナーが一切認めないっていうところが、うん、そうこれがね結構ね切ないんですよ、うん、いや しかもなんかいろいろお互いに、うん、どちらかイベントというか、うん、抱えてる問題が、ね、抱えてる問題の真っ最中で入れ替わるから、はい、余計にどういうことよ、うん、みたいな、それはでも認めたくはないよね意味分からへんよね、確かにね、どういうことみたいな、うん、男同士女同士ならちょっとまだしも考えるけど、うんうん、男女が入れ替わってどういうこと、まあ、ビジュアルがもうすでに違うからね、受け入れにくいっていうのは確かにある、うん、でも逆にあれはナチュラルやなと思ったのは、うん、その吹雪圭ちゃんがやってる、うん、まあ、中には小出圭介が入ってるわけですよ、うんうん、でそのまあ、吹雪圭ちゃんのパートナーは女性なわけですね、うん、女性同士のパートナー同士っていう形 でこの2人が一緒にいる時に俺何話していいか分かんないからもう一緒にいるの嫌だよって小出圭介、中に小出圭介が入ってる吹雪圭ちゃんが言ってるっていう、あれは、うん、そうだよねって、うん、分からんよそら、うん、でしかもその何自分の入ってるこの体の中身の人は、うん、レズビアンだったっていうことも知らないで生かされてるっていうの、うん、そうそうそう、それぐらい言っとけよなっていう、俺も思った、ね、あれは思った、うん、確かにそれ一番大事、うん、まあ、だからそういうことがね描かれてる部分ではあるので、うん、まあ、面白いっちゃ面白いですよ、うん、装置がすごいいろいろとこう組んであるんで、うんうん、はい、飽きはしないし、うん、やしこう、うん、やっぱ入れ替わってるからそれぞれの、うん、行動は男であり女でありっていうちょっとこう違和感みたいなのも、それも面白い、まあまあ、だからそこにね、その吹雪圭ちゃん、24歳の吹雪圭ちゃんが、うん、何初めて演技をしたっていうね、うん、それでいきなりこのダブル主演で来てますから、うん、まあ、グラビアアイドルとしてね、うん、いろんな雑誌で、うん、出演されててっていうところから、まあ、演技をやりたいっていうのがね、うんうん、まあ、今回のオファーに応じられたっていう形になってるんですけど、うん、まあなかなかなあれですよね、うん、ナチュラルに中身男で見てイライラしたもん、うん、うまかった、うん、うまかった、はい、よかったと思います、本当にナチュラルだったと思う、はい、うんうん、なんか今岡監督のよくわからないこのこういう歩き方もあれなんなのもうずっと気になった、前の何やったっけ、道で拾った女やったっけっていう、今川慎二監督の前のやつがあるんですけど、うん、その時も、うん、確か佐々木ここねにこんなことやらしとったような気がするのがある時に、ずっとこんなんして待ち合わせこんなんしてくるからなんで、ね、なんでそんな歩き方すんのってなんか孫さんだけね、そう一番不思議やったかもしれないですけどね、うん、それだけはちょっと謎のまんまです。いやでもあれを一番最初小出圭介君が道歩いてて、うん、その奥さんつけていくシーンがあるんですね、うんうん、一番最初、うん、でその時になんかこんなことやりながら、うん、歩いてるから「おお今岡演出やこれ」って言って俺もその絵を見ただけで今岡監督を感じられたんで、俺はちょっと俺幸せでした
そういうのもあるね、はい、監督さんファンにはそういうところがハマるかもしれない。いや、まあ、だからあの今川監督ってね、あの前回というかその前の番組の時に出ていただいてるんですけど、うん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 、でその時にも話出てたんですけど、うん、あの実はあの大阪の方 で、うん、であの高校がね桃山学院高校なんですよ、うん、で俺桃山学院大学、うん、で桃山つながりですねっていうことで、うん、あの今回のインタビューの時も言ってたんですけど、うん、なんかあの桃ティーで作りませんっつってそう桃ファミリーかなんかってここ入れてその T シャツ作ってなんか桃山出身のなんか業界関係者とか配りましょうかみたいな、うん、面白いと思うそんな話を、はい、してたぐらい、うん、あの今岡監督にはすごい僕は親近感を、うん、勝手に感じてるんですけど、うん、そうね、はいはい、仲良しになっちゃった、はい、もうぜひ今度一緒に飲みに行きたいなと思ってるんですが、はいはいはい、この作品が7月26日金曜日よりアップリンク京都、うん、で7月27日土曜日よりシアターセブンにて、うん、公開されます、はい、で7月27日土曜日にアップリンク京都、28日にシアターセブンで今岡慎二監督の舞台挨拶が予定されてますんで、ぜひ そちらの方もね、もう監督に直に あれは何なんですか聞いてみてください聞いてみてください。まだ聞きたいね、うん、多分ね何なんやろうって答えあると思います、うん、答えはないとぜひ、はい、監督に会いに行ってみてください、はい、ということでシネマどんぶりでした。はい、ということで次は長野島映画祭情報ですね。はい、はい、いきますよ。せーの、西澤野さん、西澤さんでございます。どうもどうもどうも。はい、さあ、長野島映画祭情報ですけども、はい、今日はどんな情報を。ですね、今日はですね、うん、アンケートについてちょっと語ろうかな。おお、はいはいはい、アンケート、はいはい、中之島映画祭は、うん、お客さんに点数を書いてもらって、うん、でそれでグランプリを決めるんですね、はい、でその時に作品に対して何か感じたことを監督に伝えたいことがあったら書いてくださいっていう欄を設けてるんですよね、うん、でこのアンケート、うん、ものすごく監督さんたちには喜ばれるんですよ。いやー、喜ばれると思います、はい、やっぱりね、感激でも、まあ、お芝居でもそうだと思うし、映画でもそうだと思うんですけど、結構どこでもアンケート取ってはると思うんですけども、はいはい、書いてあげてください。ね、意外とね、映画関係ってね、アンケートないのよ、うん、あ、そう、案外ない。で、演劇はアンケートを結構書いてくださいってあるんですよ、うんうんうん、映画関係はね、意外とね、アンケートないんですよ。ああ、そうなんや。だ、ま、うちずっとやってるから。だ、ま、マテリアルとかも、うん、言ったら、その、なんていうの、まあ、あそこも言うたらさ、やってる人が演劇やってはる人やし、はいはい、まあ、その流れもあり、ああいうアンケート取ってるんですけど、うん、映画館とかでね、アンケート取るの珍しい。そうやね、シアターセブンでそんなの。ない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 。だから、本当に中之島映画祭でアンケートを、その監督宛てでね、書いてるというのすごいことで、だからね、まあ、各監督さんに送るじゃないですか、うん、で呼んでもらってこんなにたくさんの感想をいただくことなんて本当ない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 って言われるから、あ、そうなんやと思ってたんですけど、うん、まあね、去年、まあ今年か、うん、4000人入って回収率がね、50もないんですよね、うん、まあ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 、まあ、4000おったらしょうがないですよ、うん、まあね、うん、でまあ、中にはね、うん、映画にすごい詳しい人、はいはい、映画好きな方、うん、ね、自主映画も大好きな人もいるんですけども、はい、全然知らんっていう人がこれがね、これがまた半々ぐらいなんですよ。自主映画見たことないっていう、本当フラッと入った人がパッと見て思ったことを書かれる、うん、なかなかね、面白いですよね、これ、このね、アンケートのその言葉がね、はい、辛辣だったり、温かかったり、そう、めっちゃ厳しく書いてるのもありますし大絶賛、もうこれはもうぜひ劇場でかけてくださいみたいな、うん、同じ作品でもあるんですよ。でもそれがね、まあ、監督さんたちからすると、うん、ものすごく生の声っていうのを聞けるっていった意味では本当に喜ばれてて、うん、でも全員スタッフキャストにみんなに「まあ、します」とか言って。うん、まあ、結構大変なんですよ、入力するの。なんでかって言ったら、アンケート用紙がまあちっちゃいんで、そんな大きな A4 に5作品ぐらい載ってるんで、あんまり広いところじゃないんですけど、まあ、そこでちょっとね、暗めの劇場、観客席の中で書いてくれてるんですけど、めっ
ちゃ細かい字で細かい書いてる人もいてはるんで、うん、まあまあでしかもねあの手書きやから手書きなんであの読める字読まれる字もあるんでねそうこれなんて読むんやろっていうはいでそういう時も虫眼鏡こうできてこうやってやろうなでも小さいスペースでは足らないからって裏にまたきっちり書いてくれてる人もいますしすごいね、うん、中にはねあよかった最高っていう人もいるし、うん、あの小学生4年生ぐらいかな、うん、なんかがよく頑張りましたって書いてあるありがとう、まあでもね、花丸書いてくれた、はい、だから本当ね、うん、あのなかなか、まあ、先ほどね、ヒュラ君が言うように映画館ではなかなかないということだから、うん、余計ありがたみがあるかなと思いながら、うん、やっぱだから僕はあの上映会とかやるとできるだけアンケート取る方なんですよ、うん、まあ取る方がいいと思うね、うん、やんないとそのやっぱ生の声って聞こえないから、うん、あのなかなかほら面と向かって言いにくいのよあの監督さんとかに、うん、でもあの紙に書くってなるとあの割と言えたりするじゃないですか、うん、言いたいこと言えるもんね、うんうんうん、そうそうだからね、うん、あのほんま思ったままを書くのが一番いいと思うんですよ、うんそうそうあのこんなん書いてけなしたら申し訳ないなとかそんなんじゃなくて思ったことをそのままあるとこよくわからんかったとかね、うんうん、そんなんでいいと思うんですよ、うん、本当それを書いてもらったらでそれを読んだ監督さんはやっぱり何らかの糧になるのでなりますなります、はい、すごい参考にもなると思うし、分かってくれなかったんだって落ち込むこともあるかもしれないけど逆にそれがすごくこういうふうに感じてこういうふうに感じてこれだからこうだったんですねって言ってわめっちゃよく見てくれてるってあの感じるそうなんです、うん、だから本当今まであの、ね、いろんな監督さんに送りましたけども本当皆さん喜んでいただいてるん で,、うんうん、で僕らも虫眼鏡持ちながらこうやって打ち込むんですけどこれはやりがいのあることやでと思いながらやってるんで、はい、まあね感激とかお芝居、映画もしもそういう機会がありましたらもうぜひ感じたままを書いてあげてくださいそれが一番あの監督さんには嬉しいみたいなので、まあ、そのうちあれやから、はい、そのうちの AI が読み取って全部あの文字起こしてくれる AI 賢いかなそこまでいやあのねあの iPhone の文字読み取りってあるんやけど、うん、賢いなって思ったこと、うん、やっぱ無理かみたいなのあるけど結構使えるそうそうそういやだからそこだけ直したらいいからそう、でも逆にそこだけ直すのも難しかったりするパソコンやったらできるかもしれんけどだからねあの、どうなんだろう、それやってみたいなと思いながらもですね、うん、あの5時もあるからそうそうそうまあまあそうなんです、そうなんですいや、だからね、あのまあまあまあ、まあ、別にこれはあの本題ではないんでどうでもいい話やねんけどどうでもいい話やねんけど、はい、あの割とね、チャット GPT とか、うん、あのそれをあのうまく活用したアプリとかが結構出てるんで、うんまあ、とりあえずテキストベースにそこをやってもらってみたいにすると結構早く終わったりする。短いのは自分で打って、うん、あまりにもびっしりの時一回頼るのもありかもしれない、うんうんうん、次回やってもらってねでもね結構ね打ってる時ね面白いんですよ、まあ、確かにこう思ってんねやっていうねそっちもあるよねそれもあってあなるほどね、うん、こういう見方をするとこんな風に感じるんだと思うこともありますし確かに見てるかな、うん、僕が気がつかなかったことを書いてくれてることがあったりちゃえちゃえそれ読みたいね自分作業の話しちゃうんですよ読みたい、はい、読みたいですじゃあ誰か書いて読ませてあ誰か読んでくれて耳で聞くのがいいかもしれない、はいまあ、そういうことですので、はい、あのそういうアンケートをぜひ、はいおかけください、はい、チャンスがありました、はい、お願いいたしますはい、はいはいはい、ということで中之島映画祭情報でした、はい、ありがとうございましたはい、ということで、続きまして、はい夢人情報なんですけれども、まあ、今週もね、うん、あのムービーとかはないんですよ、うん、で、まあ、とりあえずあのてめえのことだけはてめえのことだけは、はいはいお伝えしておきたいと思います、まあ、あのねもう7月もう今日もね20日ですから、うん、7月中はもうあのショートムービーフェスで、うん、あの映画の上映はもう終わっちゃってるんですけれども、はい、8月でございます、うん、8月3日土曜日あのまた、ムービースカフェマテリアル谷町の方で、僕だけのフライミートゥーザムーンと大きな君になりたい、16時から、やっておりますそして同じく大きな気になりたいと僕だけのフライミートザムーンが8月の7日水曜日19時30分から、という形になっておりますそしてトモルがですね、これは8月の8日木曜日
20時45分からという形になっています。はい、でまあ、あと9月1日日曜日も19時からともやりますので、ぜひですね、まだご覧になっていらっしゃらない方はですね、ご覧になっていただきたいなと思います。あの僕だけのフライミートザムーンとかね、あの、まあ、何回か言ってるんですけど、昔の、その立ち飲みのね、西成なんば屋っていうところ、昔のお店がそのまま出てますので、うん、まあ、あれ見れるのはなかなか他にないので、うん、釜ヶ崎合戦とこれぐらいしか見れないと思うので、ぜひぜひ見に来ていただければなと思っております。はい、はい、という感じです。はい、あとありますか。ひなは先週お伝えしたところですね、はい、今日の6時15分だったかな、うん、はいはい、から尼崎スコープにてライブ出演させていただきますので、現地来れる方はぜひね、うん、あのリアルでいろんな歌聴きに来てもらえたらなと思います、うんうん、で、はい、厳しいよでも気になるよっていう方は配信も2000円で購入していただけますので、ぜひあのご都合あればお待ちしております。はい、はいはい、ということで夢人情報でした。はい、ということで、エンディングでございます。さあ、まあ、今日はあの割と盛り上がった割にはスムーズにいったかな、今日はね。いやでもなんかあの一部盛り上がるべきところでは盛り上がってたみたいな感じで、はい、あの相変わらずあのサイドストーリーで俺は盛り上がるみたいな、はい、でもなんかいい感じになってきましたね。いい感じになってきたかな。いい感じに、うんうん、なってきた。あの満腹太郎とかね。はい、ということで今日はですね、皆さん終わったらぜひハンバーガー食べてください。いや本当にもうお腹空いたんだよ。まあ俺らリアルにお腹空いてるよね。リアルに、はい、ということで僕らは、ハンバーガー食べに行きます。はい、はい、ということで今週もどうもありがとうございました。また来週。